Rolling Stone。ローリンスター。本陣屋。霊夢です。今日はマリサさんがお休みなので、霊夢だけで、とにかく事故だらけの、モンザスタートハイライト集を、ゆっくりとお届けしたいと思います。それでは皆さん、ゆっくりしていってね。CC のマルチサバは、とにかくモンザが、賑わっている気がします。参加台数が多いと、予選も本戦も盛り上がりますよね。だけど、モンザは、最初のスペインで消化試合となることも、しばしばあります。モンザに絞って、スタート直後シーンだけ、バンバン見ていきましょう。アウト側で追突されました。こんな時は視点にこだわらずエスケープゾーンに逃げちゃいます。注意したいのはしっかりとスピードを落とし緩衝材を丁寧に避けていく気持ちで、あまり急ぐとドライブスルーかストップ&ロージューペナルティが課せられます。緩衝材をきちんと避けるとコンコースより若干タイムロスします。今回奥道はポジションを落とさずラッキーでしたが、大体1に3ポジションは落とします。無理に試験を通過しようとして、20、30に事故るより、さっと切り替えて、エスケープゾーンを使いましょう。スピードをしっかり落としてください。次は縁側スタートです。ウプ主は縁側スタートが嫌いです。逃げ場が全然ないです。追突されると前方を巻き込んで、ボーリングが溶かしますね。ショートカット。逃げましたね、チキンランです。最近ヤバい雰囲気したら逃げます。ポジションをアップさせなければ、問題ないです。ただし、芝に乗る前に、しっかり減速しておかないと、子供用ボーリング場にしちゃいます。インをショートカットして、ぶつけるのでダイブイングです。あとは芝の上なので、焦ってハンドルとペダルを操作すると、転がってしまいます。一瞬にポジション落とす気持ちで焦らず、コース復帰の際も周囲確認しながら、安全に復帰しましょう。目立ったアクシデントがない場合に、ショートカットして、ポジションアップしてしまうと、コース復帰と同時に、追い抜いた選手から、パッシングされることがあります。浮く道は前を譲るようにしてます。パッシングされなくても、元のポジションまで、前を譲った方がいいかもしれません。結構次のコーナー進入などで、意図的に押し出される場合があります。
ってますが、ウク主もやらかしています。最悪だったのは、DIY で、動画線ブレーキの変更直後、NOB の支えが、この力を支えきれなかったらしく、歪んでしまって、ほぼノーブレーキ状態で、最初の試験を、ボーリングしてしまったことがあります。飛び込んでくるやつをよく、ミサイルとかダイブボムとか言うけど、あのありさまを見て以来、ウク主は、ボーリング場と呼ぶことにしています。今のはアクシデントあったかな？怪しいと試験回避しています。速度落としてゆっくり通過しても良いですが、極端に前が遅くなりそうなら、エスケープゾーン使います。ルート付もされるけど、明らかに押しのけていく人もいます。エスケープゾーンをゆっくり、抜ける方が安全です。多分線に詰まるより、周りもこの方がいいかな、と思っています。まあ、もっとも試験で、アクシデントがなければ、確実にポジションは下げます。
なるべく車間を詰めようとして、やりがちです。
危険を諦めましたね。前で接触などあったら、いつでも逃げる準備してます。この時は被験でかなり、上位陣がもたついたらしく、声からみに上がりましたが、こんなことは珍しいです。ちょっと気がつけたりします。今、注意表示が変わりました。2位に上がってます。狙ってやってるわけではないです。この混乱の間に2位まで上がりました。結構気がつけるもんですよ。やっちゃいましたね。芝に乗ったら慎重に、コース復帰しましょう。
今のも後ろから少し、浮かれましたね。実際は逃げる必要、なかったかもしれませんが、何かあったら逃げる準備していると。ちょっとしたことでも、エスケープゾーンを思わず、使ってしまうんだよね。地形前まで5位だったけど、7位にポジションダウン。エスケープゾーンは使うと、タイムロスします。ご利用は計画的に。これで最後のクリップになります。スタート後、電車、無事故、無違反の例です。日本人がホストしていたサバでのレースだったんですが、レベル高くてクリーンです。ちなみにうつ主、このレースは後半指定の飛び込みで風速やらかしています。ぶつけちゃった人ごめんなさい。怖いですねー。恐ろしいですねー。最後に、電車、無事故、無違反動画を見ながら、お別れしたいと思います。それでは皆さん、来週のこの時間まで。さよなら、さよなら。